はい、どうも皆さんこんにちは。スターリーの河野玄斗です。今回もやっていきます。楽しい楽しい大学入試の実況プレイ。実況プレイっていうのは僕がね、初見の問題を解きながらただ思ったことを話していくと、そういう内容なんですけど、やっぱりね、大学入試を解くのは楽しいんですよ。だって勉強を通して集めてきた武器を使って、大学入試っていうボスをね、倒していくのってまさにゲームと一緒じゃないですか。しかもですね、僕が初見の問題を解くときにどういうふうにアプローチしているのか、その思考プロセスを皆さんと共有できるので、まさに一石二鳥の企画なんじゃないかなと思います。そして今回プレイしていくのは東京医科歯科大学の入試問題。医科歯科はね、先日東京工業大学と統合して東京科学大学に名前が変わることでも大きな話題になりましたよね。医科歯科の問題は非常に惚れのある問題が多いことでも有名なので、しっかりと心して実況プレイしていこうと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。今回実況プレイしていくのはこの問題。 N を自然数とする整数 IJ に対して XY 平面上の点 PIJ の座標をこれで与える。なるほどね、 PIJ で I と J が変数なのか、I と J かな。で、さらに IJ を動かしたとき PIJ の取り得る異なる座標の個数を SN とする、SN っていうのが PIJ の取り得る異なる座標の個数 SN で、括弧1番が N イコール3のとき、この三角形を呼ぶ、三角形を同一座標平面上に図示せよ、で、括弧2が S4 で、括弧3がなんかごちゃごちゃ書いてあって、括弧4が SN を N を用いて表せ、これがゴールっていうことかな。流れとしてはね、括弧1番 N イコール3っていうのを通して状況をちゃんと把握して、じゃあ S4 求めてみようか。で、括弧3番の誘導を使って、じゃあ括弧4番 SN を求めてください。みたいな、そういう流れをね、作ってるのかなっていうのは、考えなくてもというか、この問題についてしっかり考えなくても雰囲気で読み取れますね。じゃあ、まず N が3の時っていうのを考えていきたいんだけど、これ一個一個考えるのめんどくさいので、ちょっとまとめて考えられるように。これ I と J、一旦分離してみますか。OPIJ っていうのが、I の部分が cosN 分の 2πI、sinN 分の 2πI と、cosN 分の 2πJ、sinN 分の 2πJ っていう形になって、それぞれね、I と J 対称ですよね。I がここにあって、J がここにあって、対称だなと。だから、cosN 分の 2π なんとかと sinN 分の 2π なんとかっていう、そのベクトルがどういう挙動を示していくのかっていうことを考えていけば良さそうですよね。全部単位円上にあって、N が3の時で、I が0、1、2を動く場合っていうのは正三角形上動くのかな。単位円があって、こういう感じで単位円があって。今回、N が3の時で、I が0、1、2っていうのを動いたら、I が0の時はここか。で、I が1の時はここ。I が2の時はここ。この正三角形上を I と J が変化すると、それぞれのベクトルっていうのは動くわけだよね。ベクトルが正三角形上っていうのはおかしいね。この正三角形のこの各点に、この終点の部分が位置し得るっていうことですよね。ということは、例えば P00 の点っていうのがどこに来るかっていうと、I もこれが0のところ、1のところ、2のところなわけだから、I も J も0っていうことは、このベクトルを2回足してあげた場所、つまりここかに来るし、同じように I と J が共に1の場合っていうのは、このベクトルを2つ足してあげた、ここら辺に来るし、 I と J が2の時は、ここら辺に来るのかな。で、 I と J が0、1とかの場合っていうのは、このベクトルとこのベクトルを合わせればいいから、ここかここに来るし、同じように I と J が1、2、0の場合もここに来ますよ。だから S3 はすぐ分かりますね。 S3 はここと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 ここの、6箇所か、 S3 は6っていうのは分かるわけなんだけど、で、今回 P00 はって言ったら、 P00 はここ、 P01 はここで、P02 っていうのは、これ0と2を合成した部分だから P02 ってことは、一つ目の三角形がここで、二つ目の三角形も同じようにやればいいんだよね。101112だから、10というのは01と同じ場所、11で、12がここだから、
この三角形って感じですかね。 OK 書けました。まあ括弧1番はね、多分状況を整理しましょうっていうのと、まあ000102をここに愚直に入れていくとちょっとめんどくさいから、まあ一旦ちょっとまあ見やすい形にして、あ、じゃあこの2つのベクトルっていうのは、まあその2つの合成で考えられるよねっていうことをまあやっていけばいいのかな。で括弧2番が S4 を求めよう。まあ S4 ってことは N が4の場合、まあだから結局、まあ、この N が4なわけだから、まあ、コサイン4分の 2π かけるなんとかっていうのがどこに来るかっていうと、そのなんとかの部分が0の場合と1の場合と2の場合と3の場合、まあ、正方形になりますよね。こういう正方形になりますよと。ちょっとずれちゃった。まあ、これが0の場合、0の場合、1の場合、2の場合、3の場合と。この i とか j とかだよ。ということで、これを2つ合わせるとどうなるかっていうと、まあ00の時は、要はまあこれを 2倍に伸ばしたもんだから、ここに来るし、まあ11、22、33も一緒。01の場合は、まあこのベクトルとこのベクトルの和なわけだから、ここに来ますよね。で、同じく12の場合、23の場合、30の場合がここに来て、であとは、02の場合っていうのは、まあ、あの反対向きのベクトルのものが足されてるわけだから、まあ、真ん中に戻ってきますよね。で13の場合も同じか。ということで答えは 1,2,3,4,5,6,7,8,9 の9個か。これでいいんですかね。まあこれね、括弧1番を愚直に代入していったら S4 求めるの結構難しいと思うんですよ。っていうか、まあ000102とか全部の点を計算して求めなきゃいけない。まあ、こんなん現実的じゃないなっていうふうに思った時に、あ、こうやって分離すれば、まあ、視覚化して簡単に求めることができるんだなっていうふうに考えるみたいな流れですかね。で、括弧3番が、まあ、括弧4の誘導でしょう、きっと。平面上の異なる2点 AB に対して AQ イコール BQ イコール1であるような同一平面上の点 Q はいくつあるか。AB イコール D の値で場合分けして答えよう。なんかめちゃくちゃ簡単そうだけど、 A と B があって AQ イコール BQ イコール1となる点 Q はいくつあるか。 AB イコール D の値で場合分けして答えよう。うん、まあ簡単ですね。まず AQ イコール1となる点の集合はって言ったら、中心が A で半径が1の円と。で同じように BQ イコール1となる点っていうのは、中心が B で半径が1の円ですよね。だから結局半径が1の円、2つの共有点の個数がこの AB の長さ D の値によってどんだけ変わるのっていう話で、今回平面上の異なるって書いてあるから、D は0より大きいっていうことが言えるので、まあ、D が0から2の時と2の時と2より大きい場合で場合分けすればいいのか。0から2の間っていうのは、まあ、2個ぶつかって、で D イコール2の時は、まあ、接するわけだから、円と円が接するから1個で、 D が2より離れちゃった場合っていうのは、円と円は、交わらないから0個でいいのかな。明らかめちゃくちゃ簡単すぎる、まあ、簡単すぎるって言ったら悪いですけど、まあ、簡単すぎますよね。簡単すぎるので、まあ、これをね使って括弧4を求めてあげてくださいっていう、まあ、伏線ですよね。まあ、こんな感じで伏線を読み解いていくっていうのが、まあ、ミステリーをね、あの読んでいるかのような気分で楽しいですよね。この括弧3こんなのがあるなんておかしい、じゃあ括弧4で使えってことだみたいなね、まあ伏線ですと。じゃあ括弧4番、いよいよ SN を N を用いて表せっていうことなんだけど、まあ同じようにね、これが N、N が一般の場合っていうのは正 N 角形っていうのを考えていくのか、まあ、この単位円上の正 N 角形っていうのをこういうふうに、まあ、なんか適当に考えていくイメージですかね。綺麗に描けた、なんか綺麗に描けました。まあ、正 N 角形っていうのがあって、まあ、こういうベクトルっていうのをたくさん足していくんだよね、きっと。でベクトルを足していった時に考えられる場所っていうのが何個あるかっていうことなんだけど、まあ、なんか偶数奇数で分けそうだなっていう気がしました。っていうのも N が3の時と N が4の時で明確に違うものっていうのは、 N が3の時っていうのは全部バラバラだったんだけど、 N が4の時っていうのがこの向かい合うものっていうものを足した時に、あの中心になっちゃうものがダブリ、ダブリがあったもんね。ということで、まあ、N が奇数の時と偶数の時で場合分けしていくのかなっていうことが予想されますと。まあ本当かどうかは分かんないけどね。じゃあ N が奇数の時はって言ったら、
まあ、これ被りがないっていうことをうまく説明できればいいのかな。括弧3番とかを使って、そうすると、まあ、少なくともまず組み合わせとしては、まあ、00112…、ね、00112…NN の、まあ、N 通りが、まあ、中心から半径2の円のところにあって、それ以外が、まあ、例えば01とか02とか、まあ、異なるね2つの組み合わせなわけだから NC2 通りあるよね。だから N 通りと NC に足してあげると、2分のこれ N かっこ N マイナス1足す N だから、N かっこ N プラス1みたいなのか。まあこれを N が3の時入れてあげると S3 は 3×4 で6になってるね。まあだからこれがおそらく答えなんじゃないかなって思うけど、この前提としてこれらの点のに被りがないっていうことを示さなきゃいけないわけだよね。で、被りがないってことを示すためになんか括弧3番多分使うんだろうなってことを予想されるんだけど、例えばこのベクトルとこのベクトルの和であるここの点とここのベクトルとここのベクトルの和であるここの点っていうのが絶対に違う。どの2本のベクトルを選んであげたとしても絶対に違うよねっていうことが言えればいいと。で、ここでまあ長さが1っていうものを考えてあげるわけだから、このひし形を考えると長さが全部1なんだよねっていうのを使いたいのかな、まあ、だからどの2つのベクトルを選んであげたとしても被りがない、まあ、だからこれ結局この形を使うってことを考えたら、こことここ2点を選んであげたときに2点からの距離が共に1であるっていう点は中心とここの2箇所あるわけだよねっていうことを使っていくのか。あ、わかりました。完璧にわかったぞ。まあ、要は、まあ、この単位円の中っていうのは、ね、どの2点を選んだとしてもね、長さっていうのは高々2なわけじゃないですか。直径の2以下と。で、N が奇数の時っていうのは、まあ、この正 N 角形の頂点2つ選んであげた時に絶対これが直径になることってないんだよね。絶対直径になることありませんよ。ということは、この反対側にないからね。この、例えば0の反対側に点があるわけじゃないから、絶対に2点っていうのは0から2の間、すなわち2個点Q みたいなところがあるわけなんだけど、まあ、例えば、この正 N 角形の2つの点を取ってあげたときに、このベクトルとこのベクトルを足し合わせた、この部分の点を考えたいんだけど、この2つの点を軸にして考えてあげると、まあ、ここの長さが1、ここの長さが1、ここの長さも1、ここの長さも1ということで、まあ、ここの距離っていうのが絶対に0から2の範囲ということは、まあ、2箇所ね、そういう点があるわけだよね。で、そのうちの片方は円の中心が確定してるわけですよね。ってことはこの点っていうのは円の中心を折り返したものと、この直線を軸に折り返したものに絶対対応するわけですよね。ということは、こういうふうにピーッと適当に線をいろいろね、引いてあげて、そのそれぞれの直線に対して、この中心を折り返したところにあるわけ。ってことは、直線が異なれば、そりゃ折り返した先の点も異なるよねって言えるから、この01から N-1N の点っていうのは全て異なるっていうふうに言える。っていう感じかな。まあ、括弧3番とかうまく使いながら、まあ、要はこういうふうに言えば、ね、言い換えれば異なるっていうふうに言えるな、っていうことですよね。ちょっとなんか説明、なんか、行き当たりばったりで今説明してるので、伝わってるかどうかわかんないんですけど、まあ、要は01の点を考える場合って、01っていうのは、i が0で j が1の場合を考えるんだけど、それっていうのは、i が0に来る場合と j が1に来る場合、この2つの点を結んであげた直線に関してこの原点を折り返した場所に点が来るわけだよね。ってことは、まあ、他にも3、6とかだったら N が I が3のところ、 J が6のところ、この2つの直線のに対して折り返したところに点が来るみたいな感じ。ということは、まあ、この直線がね変われば当然この中心が移る先っていうのも異なるので、まあ、NC2 通り全部変わるよねっていうことが言えればいいんですかね。はい。まあ、とりあえず N が奇数の時は2分の N プラス N、N カッコ N プラス1ということが分かりました。で、多分同じように考えれば N が偶数の時、
まあ、N が偶数の時は被りが出てきちゃうわけですよね。でその被りが出てくる部分っていうのが、まあ、おそらく中心の部分で出てきちゃうのかなっていうことを言えればいいと思うので、カッコ3番使えば分かりますね。今回も同じように N が偶数の場合って正 N 角形を考えるんだけど、それぞれの頂点のちょうど半分、ちょうど向かい側のところにこんな感じで点が来るわけだよね。この点が来ると、そうすると何が変わるかっていう話なんだけど、まず、まあ、とりあえず00とか11とかこういう同じものっていうのを考えてあげたら00、まあ、半径2の円の円周上にあるわけで、まあ、それとは別に考えてあげた場合っていうのは、まあ、01から、まあ、N-1N の NC2 通りあるわけだけど、かぶりとして、まあ、少なくともこれとこれ、これとこれ、これとこれっていうものが全部原点に集まってきちゃいますよと、まあ、要は真ん中の00の点、原点がかぶってるわけだよね。何回かぶってるかというと2分の N か、2分の N 回カウントしてると。っていうことはこれ足すこれから2分の N-1、2分の N-1 を引いてあげればいいと。だから2分の N かっこ N プラス1からこれを引いてあげると2分の N2 乗足す2か、これがおそらく答えになるのかなって予想されるんだけど、 N が4の時は、2分の4の2乗足す2だから9か、うん、合ってますね。まあこれがおそらく答えになるんだろうっていうことを予想した上で、ここで示していきたいのが、原点が2分の N 回カウントされてる、まあこれはまあ明らかですよね。ここの、まあ、反対となるベクトルっていうものが、まあ、2分の N 回こうあるわけだからね、2分の N ペアあるわけだから2分の N 回カウントされてるっていうのはまあ明らかなんだけど、それ以外の点で原点以外の点が全て異なってますよっていうことを言えればいいわけだよね。かぶりがありませんよと。でこれに関してはまあ N が奇数の時と同じ理屈ですかね、まあ、この点とこのベクトルとこのベクトルの合わせ技っていうのは結局この直線に関して原点をパタンと折り返してあげた先の点に移るっていうふうに言い換えることができるわけだから、まあ、当然直線が異なれば、折り返す先もね変わるよねと。で例外として、まあ、こういう中心を通る直線に関してだけは、まあ、当然ねパターンと折り返すも何も原点にとどまるわけだから、でもそれっていうのは原点2分の N 回カウントでまあ考慮してるわけだから、まあ普通にこれ足すこれから2分の N-1 っていうのを引いてあげれば答えが出ると、まあこんな感じかな。まあ、とりあえず答えが合ってるかどうか確認してみます。三角形が合ってる。 S4 が9、 N が奇数の時2分の N かっこ N プラス1、偶数の時2分の N 2乗プラス1、あ、じゃあこれ合ってますね。はい、まあ、あの一応答えのところでは2分の N 2乗足す1って書いてありましたが同じことです。ということで無事全部正解することができました、イエーイ。まあ、この問題のポイントは、まあ、おそらくこの初手ですかね。最初この変形をしたことによって、まあ、図形的に全部スムーズに解くことができたっていう感じかもしれないですね。まあ、なんで僕がこれを思いついたかって言われると、まあ、N イコール3時のこの三角形全部求めるのめんどくさいからちょっと工夫したいなって思って、まあ、工夫したいなって思った時に代入したらさすがに大変だからね、あ、じゃあ I と J 分離したら、あ、いい感じになるじゃんっていうことなんですかね。まあ、少なくとも僕がねめんどくさがり屋だったことによって代入せずに一回ね工夫する余地をね考えたと。まあ皆さんね、あのめんどくさがり屋っていうのは悪いことかもしれませんが、数学の問題においてはこれちょっと計算するの大変そうだなって思った時は何か工夫できないかなっていう一手間ね、思考の一手間を加えることによって、まあ、こういう問題とかをスムーズに解くことができる場合があるので、まあ、ぜひね、あの皆さんもめんどくさがり屋になれとは言いませんが、まあ、この問題ね手をつけ始める前に工夫の余地がないかなっていうことを考えてみることをお勧めします。まあ、今後もねこういった面白い動画たくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントしてもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。